画面の前の皆さん、こんにちは、コデズナです。ということで、昨日の今日なんですけども、またアップデートが入りました。マットドックスのね、最初の5発のブレが、軽減されたらしいです。はい。パッチで弱体化が入って、弱体化が入る前のような感じではないらしいんですけど、まあ、ほぼ弱体化前みたいな感じに、この最初の5発ですね、撃ちます。が、まあ、戻ったらしいです。まあ、やはり、多少は、昨日上げた動画と比べてもらえれば分かりますけど、やはりブレは軽くなったかなという気はしますね。はい。ただ、ストックつけた時の横移動の速さだったりとか、ADS に移行するこの速度自体は改善されてません。相変わらず弱いままなので、まあ確かに、多少ブレ制御しやすくなった気はするけど、やはり、この距離感とかね、この距離感だね、やっぱりね。そう、今までだったら、まあ、マットドックス、割かしこの距離感も、まあ、戦えていたんですが、やはりもうこの距離感はどの道、まあ、ほぼ無理だろうなというか、やはり現環境で最強であるマットドックスじゃなくて、ソードフィッシュか。ソードフィッシュには、やはり、もうどうあがいても、よいしょ、叶わないかなという気はします。もちろんね、以前の使用感である程度は使えるかなとは思うんですが、やっぱり構える速度がね、どうしても、まあ前よりも遅くなってしまったというのが非常にその最速キルタイムとか遭遇戦という意味ではネックになっているので、まあ多少変わったけども、っていう感じかな。で、じゃあ一応ドットサイトで使ってみた状態というのもブレを検証してみたいと思います。まあこんな感じ。まあ多少かなって感じはするよね。結局その、まあ乱数じゃないけど、ブレのね、最初の5発の激しさっていうのは割とかしランダムなんですよ。なんで、まあ、こんな感じでね、そこまでブレない時もあれば、やっぱりさっきみたいにこう結構ブレる時もあるので、どちらにせよという感じはするかなというのが個人的な感想ですね。今までだったら自分自身のリコイル制御能力とかで、まあ、この距離感もそこそこ戦えてはいたんですが、やはりもう、よいしょ、この子ですね。もうこの最速タイムにはどうあがいても叶わないかなという感じ。それでいてなおかつ遭遇戦もね、やはり構える速度、どうしても、まあ早いんですけど遅くなってしまったので、やはり大型バッチが入る前のような強さは、もうなくなっちゃったかなという感じですね。そしてまあ一応もう一つ、今回の大型アップデートで実は仕様が変わっていたのが、こちらのファックデプロイですね。前々回ぐらいのサイレントパッチで、こいつがね、その死んだ後にリスポーン選択しないとこのタックデプロイの周りで分けなくなってたんですが、よいしょ。まあ、今回の大型アップデートで、四角連打しますね。リスポーン連打します。連打。はい、こんな感じで。タックデプロイリコの周りにデフォルトで分けるようになりました。まあ、チームレスマッチ民の方には申し訳ないですが、やはり、ハードポイントだったりドミネーションで使うことの方が僕は多いと思うので、この子は。なので、まあ、こちらのね、タックデプロイリコのデフォルト選択に戻ってくれたのは正直ありがたいですね。ということでね、まあ一応、このマットドックスを使ってみた動画プラス、まあこのデフォルトの状態に、タックデプロイリコンが戻ったよという感じの試合を取っていけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。ということで使っていきましょう。マットドックス、マーク2、イエロー、クイックドロー2、ストック、スティムショット、タクマス、ガンホー、ゴーストを使ってハードポイントやっていきたいと思います。注目していただきたい点はやっぱりマットドックスのブレですね。冒頭で説明した通り、最初の5発のブレが軽減されました。はい。あとは、まあ、セラフおばさんのタックデプロイル以降の湧き方ですね。四角連打で、今まで通り、その四角連打で湧いてくれるようになったんで、いちいち選ばなくてもね。なので、まあ、チームレスマッチ民の方には申し訳ないですけど、やっぱりハーポとかドミネーションやってる人からするとかなり嬉しいアップデートになってるはずなんで、まあその辺注目して見ていただけたらなというふうに思います。頑張っていきましょう。ロビーのレベルは高いはずなんで、まあそういう強い相手に対して、弱体化したマットドックス。あくまで僕は今までのマットドックスよりは、弱いと思っているので、まあその強い相手に対してどこまでいけるのかという点を注目して見ていただけたらなというふうに思います。今いたよな。上にも下にもいいのか。ちょっときついね。これ次どっち側なんだっけ？覚えてねえんだよな。さあ、プレスターソードフィッシュ、マジで多いな、おい。お、なんか喋ってるぞ。これ次一歩どこだっけ、マジで。それが知りたい。待って、マジでソードフィッシュ多いぞ。やばい。さすがにソードフィッシュだらけじゃねえか。このロビー。オッケー。オッケー。まあでもこれぐらいやっぱソードフィッシュが多いという環境の中で、どんなもんなのっていうところを見ていただけたらなというふうに思いますね。よいしょ。ナイス。どっちから来る感じだろうねこれ。いや待って、多すぎ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 、やばいだろ量。とりあえずうちのチームは一番上の人が頑張ってくれてるんで、俺もちょっと今から追い上げていきましょう。まあ、どこまでマットドックス頑張れるかというところですよね、本当に。OK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 。 敵の UAV 味方がポイントには入ってくれてそうなんで、俺こちらから抑えに行きますか。 OKOKOK。 まあ基本もう先打ちじゃないと勝てないので、ソードフィッシュに関してはそこは気をつけて戦っていきたいところですよね。基本はやはりもう先打ちで相手をぶち殺すという意識じゃないと結構きついんじゃねえかな。どっち側だろうな。味方の位置の人が非常に強くてポイント前も抑えてくれてるんで、俺は次っぽい意識だな。残り25秒、多分踏んでくれるでしょう味方が。俺はちょっと次ぽにみんなを湧いてもらうように意識する。多分こっちだったと思うんだよな。あ、いたな今。ん、大丈夫かそれ。マジでやべえよマジでやべえ。あ、そこにいんのか。 OK。 さあ次ぽに、よいしょ、タックルプライをたかせていただいて、これでまあみんな湧いてきてくれるはずなので、非常に今まで通りというか、かなり助かり、イエーイ、かなり助かりますね。ここで湧いてくれるんで。うわ、それは最悪だけど。 OK。 こちら側に逃げて、こっちからもういないかってことは、今中に入ってるあの一人と。 OK。 いいっすね、うまいこと抑えてる。やっぱタックルプライ、ここで湧いてるようになるとだいぶ違うね。いいっすね、ミカルさんの位置マジで強い、助かる。かなりね、本当に容赦のないロビーだと思うので、パッと見た感じ途中参加だったんだけど、さっき1個前の試合は。まあ、こういうロビーだからこそマットドックスの進化が問われると思うので、このロビーでちょっと勝とうが負けようが動画を撮ろうと思いますよ。さあ残り2秒、もういいかな。 OK。 マジでまあこのピョーンと跳ねてのピョーンピョーンと跳ねての、やはりササササササっていうあの音、プチチプチチっていうあの音あれが多分ね、これから本当に増えていくと思うんで、皆さん今のうちに、慣れておいた方がいいかなと思いますね。下かい、ウォーマシンめっちゃ撃たれてるけど、こっち側から湧いてきそうだな。そんな気がしない。ちょっと今ね、エマシストの引っかかり方は最悪だったな。さて、向こう側ですね。タックでポリ焚いていけるかいそれ。おお、爆殺されてる。2人はちょっときついな。そして今感電してなかった味方、感電してるね。俺も感電してたわ。きつい。エイムが少しでもずれちゃうとかなりきついね、やっぱり。 OK。 きついね。さて残り23秒か。もう次ポを意識して戦っていきましょう。多分こっち側に敵タックでプレーを置いたんじゃないかな。向こう側に置いてくれてたらまだラッキーって感じ。むしろまあこっち側から来るんですよね、当然普通に考えれば。なんでこっちとこの2回、そうそうそう、この2回ロードを見ておきたかったところ。 OK。 OK。 今の勝てたのはでかいね。その3人団子になってないで来てくれ。頼むわそれ。またロケラン使ってるやついなかったか。さすがにそれやべえぞ。頼むぜマジで。多分次ポ入りきれないと逆転さ。ああ、盾いるな、まずいな。一回ここで隠れようか。ナイスロケラン。何人いんだよマジで。完全に向こう側のリスポーン取られちゃってるんで、結構きついっすね。ぐるっと回っていきましょう。ここはもう俺のタックでプレーもたまりそうなんで、向こう側のふもとで置いて次ポで一気に取りに行きたいところ。あそこはもう捨てていきましょう。やべえ、味方の1位の人が抜けた。これはこれ終わったフラグがビンビンに立っちまった。だが頑張ろう、だが頑張ろう。まあこれが今のハードポイントとドミネーションの現実だということをみんなの目に焼き付けておくぞ。俺が勝とうが負けようがこの試合でいくと決めたんだな。よいしょ。ただまあ実際本当にこういう容赦ないロビーでどこまでやれるかが僕は全てだと思っているので、その点だよなマジで。サプレッサーやっぱ強えよなマジで。マジでサプレッサー強え。あぶねえ、よく今の勝ったわ。オッケーオッケーオッケー。なんかどっか行ってくれた。ラッキー。上から見に行こうか。大丈夫かそれ。ラッキー、外してくれた。あー、助かった。外してくれたのマジ助かったよ。さあ UAV 次ポどこだっけ。向こう側か。オッケー。きつい。さて次ポ確か向こう側だよね。あそこだよね。あの2階部分なので、まあうまいことやれたらねいいけどね。ここでタックレポイ使うのもったいないからやめとくか。オッケー。まだおるやろ。2人はきつい。ぐるっとぐるっと回ってこうぜ。オッケー。リス変わったな。よいしょ。多分あのポイントじゃ決着つかないでしょ。28秒でしょ。17+28=45、ギリギリつかないので、まあ、次ポまでうまいこと回していけたらなと思うんですが、果たして。お、なんだ。え、かっこ壊せない。オッケー。さあ残り10秒でうまいこと奪いましたが、味方が次ポに行けていたらこれ最高ですねというお話なんですけど、それも勝てないかマットドックス。もうアナイアレーターで行くしかねえじゃねえかこれ。うわ当たってないの今の。オッケーということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあこれが多分現環境でのマットドックスかなという感じです。はい、いい感じに相手がやっぱ強い武器使ってきてくれたんで、多分これが一番分かりやすかったかなと思います。やはり正面戦闘においては、安定のこの今このチュッチュチュッチュいってるこの銃だと思います。マップによってはね、ソードフィッシュよりもマットドックスの方がいけるかなというマップもあるにはあるんですが、やはりまあいくらその最初の5月のブレが変わったとはいえ、まあ今までのマットドックスよりは弱体化してるかなという感じですね。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。これつなでした。お疲れ様です。おーつーとん。まっすぐ飛んでくれますね。なのでやはりもうまあ、こういう距離も当然そうなんですけど、クイックドローがあるおかげで、まあ、こうなるんですよね。この距離全然やっぱ戦えるんですよ、ソードフィッシュって結局。